2014年入学のいくらと申します。 MBA 前は約8年間機械メーカーで海外営業、海外調達、アプリケーションエンジニアを担当しました。 MBA 進学を決めた理由は2011年に海外調達、海外営業から海外調達に移り、直属の上司が MBA ホルダーになったことです。その上司と一緒に働くにつれて、上司のビジネスの連動性を的確につかむ力が、当時の自分にはないと思いました。ビジネスリーダーとして、一歩ワンレベル、一つレベル上げる、レベルを上げるためには、ビジネスをエンジニアリングの知識だけではなく、ビジネスを体系的に学ぶ必要があると考え、 MBA であれば最も効率的にビジネスの基礎を、体系的に学べると思い進学をしました。経済成長の著しいアジアで新しいことに挑戦したいと思ったのが、決め手です。加えて私は大学をオーストラリアで卒業し、仕事でも欧米に行く機会がありました。新しいことに挑戦するには新しい場所でアジアを学びました。また香港であれば国際都市であるのと同時に発展途上国の中心にありますので、ダイナミックさを感じていると思いました。日本に近いというのも一つの理由です。 HKUSD を選んだ理由は国際的な評価が高いということです。 HKUSD は過去数年間アジアナンバーワンのスクールには選出され、またグローバルにも14位と高い評価を得ています。またクラスメートのダイバーシティも大きな要因でした。 HKUST はダイバーシティを重要視し、本年度は約 50% の人が欧米から、 40% がアジア、残りの 10% がオセアニア、アフリカ、南米から来ています。私は私費留学なのでコスト面も重要でした。アジア、欧米のトップスクールに比べ HKUST は学費も比較的安く、生活費も安く済みます。また日本への渡航費も抑えることができ、時差の影響もあまり受けません。私は学校を欧米アジアのスクールとして区別したのではなく、費用、ランキング、ダイバーシティ、それと将来の機会をもとに学校を選び、HKUST に進学しました。半年間の MBA を振り返ると、一番印象に残っているのはやっぱりクラスメイトです。クラスメイトのプレイハード、スタディハードの精神を感服します。日々出される課題を夜中までこなす中で、バーベキューやトレッキング、もちろんナイトライフやアジア旅行など、すべてにおいて積極的でというのです。そのような学生の中にいると、いろんな刺激を受け、自分も成長できると思います。次に印象に残っているのはカリキュラムです。カリキュラムは非常によく組まれています。中国語に始まり、ビジネスのバックグラウンドがない人向けのプレスクール、基礎科目、そして選択科目に移ります。教授陣も世界各国から集まり、質の高い授業を提供していただいています。クラスはケーススタディが多く、教授陣がうまく生徒のアイデアを引き出しながら、セオリー、実際に起きた問題やチャレンジをセオリーに関連付け説明してくれるため、非常に頭に残りやすく、学びの多い授業になっ